到着。久しぶりに笠木です。おお、また桜見えたね。もう葉桜になってるけど、いいね、いい感じ。さあ、そしたら設営の方していきたいと思います。今日はランドロック、スノーピークのランドロック持ってきました。まだ箱にも入ったのに開けてもいい、そのまま持ってきたわ。さあ開封していきます。さあどんな感じなのかね。メーター4メーターやろ、多分その幅でいけるとは思うねんけどな。かなりでかいからな。しょんだやります。はい、とりあえずこれで青のボールが伸びたので、向こうとあっちと奥と奥をペグダウンして、立ち上げていきたいと思います。あ、赤のボールの中入れなかんやだったと思う。この状態から立ち上げていきます。そしたらこの2箇所をペグダウン。仮ね、仮はい、これで一応ジルズはもうしたので、あとボールあと2本あるからそれかけていきたいと思います。ボールがまだ全然馴染んでないからものすごい硬い。ああしんど。あと1本後ろやね。あっち。よいしょ。
だいぶピンと張れてきました。さてと、そしたらペグダウンして、張り出ししていきたいと思います。だいたいピンと張れました。さすがランドロックやな。でかっ、むっちゃでかいぞこれ、すごいわ。横幅が広いねんな、やっぱりな。よいしょよいしょ、ベンチレーションもちゃんとあるし、中が広いわ。さあインナーつらなあかんから中の方に入っていきたいと思います。よいしょ、すげえな。侵入、おーい、広い、どんだけ歩けんねん。こんなんやで、だいぶ広いよな。6m、4m。 さあそしたらうちはスタンディングテープはそのままにして、上から、46のなんや、グランドシート持ってきたんで、それを引きたいと思います。インナーまだやで、ちょっと待っとってよ、待っとってよ。4×6 でかいぞこれ。おい、なかなかぴったりやね。綺麗に入ったよ、ほら。4×6m。 よいしょ、あ、広いな、天井高え。こんな感じでいいんではないでしょうか。さあそしたらインナーつろ、で6箇所、1、2、3、4、5、6の下を止めたので、これでテントは完成です。さあ、あと内装していきたいと思います。だいぶ広いからね、屋根、シードルーフ、これつけたいと思います。これでフライシート完成でいいと思うねんけど、なかなかこれ貼るのめんどくさいな。長いロープ使ってやるからちょっとは楽かな。でもわからんかったらちょっと難しいかな。よいしょ、こんな感じでできました。さあそしたら内装の方にしていきたいと思います。はい、下を引けました。さあ、あとベッド入れてやっていこう。
だいぶらしくなってきたぞ。素晴らしい、大きいな、さんさん素晴らしい。雪のように舞う、すごいぞこれ。うお、桜が、桜吹雪、アップライト、よいしょ、いい感じ、広いな。うわ、桜だらけだこれ、桜の花びらだらけ。大体設営が終わりましたけれども、幕が広すぎてガランド荷物が、荷物結構持ってきたつもりなんですけどね幕がでかいっていうのはすごいね荷物結構持ってきてんけどな、全然少ないねまあ広々として使えていいわ。よいしょ、付けの方をしていきたいと思います。これでいいかな、白樺風ある、くそ、ちょっとこっちね、ついた。5、6発かかったか。よいしょ。よいしょ。はい。あとはもう自動的に勝手に燃え上がりますわ。しゃ。タケ巻きよ。タケ。はい。今日はあんまり喋れないんですけども。ちょっとね、チャイの方を作りたいなと思います。作るんですよね。チャイが飲みたくて飲みたくて、シナモンスティック、ブラックペッパー、クローブ、カルダモン、ジンジャー、あとはお砂糖かな、と牛乳、これでちょっと作っていきたいと思います。うまいことできるかね。まあ作り方は超適当なんで、ブラックペッパー これだけホールなんだよね、入れてジンジャーをチッチッ、こんなもんとりあえず一緒に、一緒のぐらい、いいよ、もうちょいかな、でクローブ、こんな感じ、あすごい匂いがする、でシナモンスティック
どうしようかな。よいしょ。1個入れたら十分じゃね？ちょっと入れる？ちょこれぐらいにしとこうか。よくわからんから。むっちゃ適当やで今の。んで、紅茶ほんと葉っぱがいいねんけど、葉っぱ売ってなかったのね。なので、ティーバッグでいきます。ティーバッグってどんなもんやろ。これ葉っぱにすればいいんじゃん。葉っぱ。ほら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 。葉っぱにしてんな。拭いた拭いた拭いた。よし。あ、拭いた。うわ、危ない危ない。それでは、と、それではできたと思うので、いただきたいと思います。どんな感じやろうな。色はええ色してるね。でもちょっと牛乳が多い色かな。ちょっと白いよね。さあどんな味すんねやろ。知らないよ。よし。おお。紅茶がやっぱり少なかったかな。さあこれがどんな味するんだか。ホットチャイの味がしてくれたら最高やけどな。適当に入れただけやからな。ではいただきます。あ、チャイになってる。ちょっとミルクの多いホットチャイや。なるほど。でこれに 何かをきつくしていったらこういう味になるっていうのを覚えてきゃいいのね。うまいぞこれ。はい、今日はね外野がうるさいですが、ご飯が今炊けました。おや、はい。で今日は柿、久しぶりに柿とホッケ買ってきました。お、一匹丸々塩焼き、塩焼きにしたいと思います。いや、久しぶりな感じ。おいしょ。三つしかないねけどね。よいしょ。あ、いいじゃん。開いた。開いたぞ。これもういい。よいしょ。よっ。ほら、いった。あれ、どうこれ。よっしゃ、あと一つ。はい、それではね、いい置き火になってきたので、この置き火になるまで待たないと真っ黒焦げになるからな。よし、焼いていきたいと思います。うまいぞ、見てこれ、でかいぞこのホッケ。よいしょ、ほら、よし、せーの、ドーン、ドーン。あー、もうやっぱりひっついた。やっぱりな、川の魚は川から、海の魚は身から、それでもこうなったよ。まあいい。よし、失敗も成功のもと。よし、なご飯食べていきたいと思います。見た目悪いけど全然食べれます。これたまらんな。丸巻きばっかり持ってきたからなかなかジューシーすぎて、さっき乾かさないと。丸太のまんま燃えへん。はい、食べております。あ、やっとご飯時間やな。これ食べて
おお、だいぶ冷えてきたね。今までキャンプライブやってましたけど、なかなか楽しかったですわ。2度5度、2度やな、外やから。3、違う、幕内 1.8 度になってる。はぁ、寒ー、はぁ、寒い寒い。さあ、そしたら片付けて幕内にこもるとしましょうか。よし、幕内こもります。寒い、よいしょ、よいしょ、やっぱ入って入って、おい、幕内こもりました。ほんまに広々やな、これ。むっちゃ広いぞ。インナーある、だからインナー、うん、インナーでこれだけの広さがあんねんで、素晴らしい。それではおやすみなさーい。なんじゃこりゃ。おはようございます。ただいま7時半でございます。すごいな。ピーカン。何？はい、おはようございます。さあ、今ご飯炊き中。おむすびやば。何やったっけ、お肉。それとえのきのバター、これで食べたいと思います。あ、おいしい。ものすごい人、ものすごい、全部埋まってるわ。半端じゃないぞ。なのでもう帰ります。落ち着かへん全然。それでは帰ります。お疲れ様でした。